これはコーヒーメーカーですね。緊張しますか、よろしくお願いします。でははい、皆さんこんにちは、写真家の村井幸と申します。私はですね、水中とか、陸上の、写真を撮っておりましてですね、それをまあ世に発表しているのがまあ基本的に仕事になります。今日はその中で、自分がすごい印象に残っていて大好きな写真3枚をご紹介させてもらおうかなと思います。まずこの写真なんですけど、これは、ネモフィラというお花なんですけど、でこれは広島の世羅高原というところで撮影しているんですけど、お花もすごい大好きで、子供の頃からまあ母親の影響もあってすごいお花を、が好きで、まあ、それ後に写真を始めてるんですけど、まあ、それから、お花を常にまあずっと撮り続けているんですけど、なかなかこんな風に撮れないんですよね。やっぱこうお花ってこういろんなとこにピントがあったりとか、一個だけのお花を浮かすっていうことはなかなかできなくて、これ一枚撮るのにやっぱ30分ぐらいかけて撮って、やっとこう絞り出た一枚なんで、ちょっと印象的な一枚です。次行きましょう。これもお花なんですけど、これはチューリップなんですね。で、まあチューリップってすごい色とりどりなんですけど、撮影するのは意外と難しかったりするんですね。で、自分もこう何年も撮影しているんですけど、こうなかなかこう自分のイメージ通りに撮れなくて、で、ある時これは望遠レンズで撮っているんですけど、こう手前にいろんなお花があって、それをちょっとね、ぼかして奥にピントを合わせて、こう撮った時に、すごいこんな感じで、もうファインダー覗いた時にこの色が出てきて、うおーってこう自分でもめちゃめちゃ感動しながら、撮った一枚なんで、これはすごい印象的で、でまあ僕の写真ってこう見た目通り撮るっていうよりは、こう自分のその時の気持ちとか高揚感とか感動を写真に込めたいなと思っているんで、まあそういった意味ではこの写真はすごい印象的な一枚で、すごいファンタジックに撮れたんで、そういうのもすごい好きな一枚です。次なんですけど、次の写真は僕は先ほど言った通り水中写真も実は撮るんですね。で、海の中も、まあそれもお花を撮るのも、その撮る気持ちっていうのは実はそんなに変わらなくて、常にこう、やっぱ海ではいろんな出会いがあって、例えばこれお魚もいるんですけど、これは中本色分けハゼっていうお魚なんですけど、まあこのお魚が瓶の中に実は住んでいて、実は卵をこの2匹は育てているんですけど、で、その瞬間を捉えようと思ってずっと撮っていたんですけど、でもその卵と本当は2匹を一緒に撮ろうと思っていて、まあ実際そういう写真も撮ったんだけど、でもふとした時にちょっと、オスにメスがチュッてしたような瞬間があって、当然もちろんこれはチュッてしたわけでは彼らはないんですけど、でもそういうこう魚の中にもそうストーリーがあって、その感動的な瞬間とか、自分の気持ちがそこで高揚する瞬間っていうのがあるんで、それをやっぱり写真という形で残すっていうのが、まあ僕の、仕事であり大好きな趣味でもあったりするんで、まあそういう瞬間がやっぱ捉えられた感動を今度はなんか皆さんと共有したいなっていう思いがずっとあって、写真を撮り続けているので、まあそういう気持ちがね、僕の写真を通してみんなわーって感動してもらいたいとか、優しい気持ちになってもらえたりなと、そういう気持ちになってもらえればすごい嬉しいと思って写真を撮っています。自分のこう伝えたいことはもう全て伝えられましたね。いや、そうですね。でもまあ全部は伝えられないですけど、でやっぱその写真の話をしてるときやっぱ自分もすごい楽しくてテンション上がるんで、それはなんか、まあ少しはお伝えできたかなと思います。はい。自分のプレゼンはじゃあ、何点くらいでしたか？いや、どうなんですかね。100点と言っときたいです。はい。改めて自己紹介をお願いします。はい。写真家の村井幸と申します。もともとは沖縄に住んでいてですね、ダイビングの、ガイド、水中のガイドをやっていたんですけど、まあ、そこからちょっと、その時は写真を撮ってなかったんですけど、まあ、そこからちょっと写真をやろうと思って、で、まあ、こっちに僕は、お家が関東なんで関東に帰ってきて、で、そこから写真を、陸の写真を勉強し始めてですね、まあ、それでご縁があって、ダイビング、スキューバダイビングももともとやっていて、スキューバダイビングの出版社の方にちょっと入ることになって、まあ、そこから水中写真を勉強してですね、で今はそこから独立してフリーランスでやっております。で先ほど言った通り花もすごい大好きですし、海の中も大好きなんで、本当に自分の中ではこうジャンルってなくて、水中写真家でもないしお花の写真家でもなくて、本当にこうどっちかというと自分の心が動いたものに素直にカメラを向けている写真家なので、本当に何でも、撮りますね。はい。自分
写真家としての普段の活動内容を教えてください。はい、まあ、クライアントさんから依頼を受けて、まあ、企業やら雑誌とかそういうところが、依頼を受けて撮影しに行くのが、まあ、メインで、活動しております。プラスアルファ、まあ、結構地方の自治体と一緒に組んでその写真で地域を盛り上げようみたいなそういう活動も結構やっていて、もう現に昨日も新潟に行ってたりとか尼崎に行ってたりとかそういう自治体と組んでその写真でこうできることって自分はいっぱいあると思うんでそういうのを活かしてそのただ自分が撮った作品を撮るっていうのからちょっと今どっちかというと写真で誰かの役に立ちたいっていうような、活動に、シフトしていってるっていう感じですね。あとは、自分のやっているオンラインサロン写真の勉強しようっていうオンラインサロンをやっているので、まあ、それに本当毎日のように写真をアップしているっていうのも自分の、大切な、仕事の一つです。はい、村井さちのふんわりフォトサロンっていうのをやっているんですけど、まあ、僕が優しくふんわりしたような写真を撮るのが好きなのであまりこう間口を広げずこう本当にその僕の写真が好きとかふんわり可愛い写真を撮る人が好きな人がぜひ入ってねっていうサロンになっていて、基本的には僕が本当に毎日写真を撮っているん で本当全国各地とか世界をずっと回って写真を撮っているんで本当その人って写真とかをそこにアップしてその撮り方なんかをレクチャーするっていうのはまあメインで、中には写真撮らない人もいて、それでそういう方はなんか写真を見て癒されたいっていう人もいたりとか、あとは写真勉強したいっていう、まあ大きく分けるその二通りの方がいて、成り立っています。はい。撮る写真の撮り方を教えてください。はい、惜しい。そうですね、まあ、やっぱりこう見せたいものをちゃんと見せれるように撮ってあげるっていうのはすごい重要で、作者の気持ちってあるじゃないですか。で、逆に写真って面白くて見る人っていうのはいるんですよ。で、見る人の気持ちもあるじゃないですか。いい写真っていうのは作者とその見る人の気持ちがシンクロした時なんですよね。例えばさっきお見せしたお魚の写真で可愛いって僕は思って撮ってるんだけど、見てくれた人もわあ可愛いって、なんかそういう時にシンクロした写真っていい写真って僕は思っていて、そのためにはやっぱ撮る方がすごいいろんなやっぱ努力をしなきゃいけなくて、まあ僕の場合で言えばなるべくやっぱりシンプルにもあの写真の構成をして見せたいものをちゃんと見せてあげる。相手にもパッて見た瞬間にあこれが言いたいんだなっていうのを伝えられるような画面構成とか、あとはすごいボケを強く出してあげたりとか、まあ、そういう効果を使ったりとかして、相手に見せるような努力をやっぱりいろいろしてあげるんで、そうそう、写真ってなんか設定、カメラの設定とかみんな聞きたがるんですけど、実は設定って本当の一部で、どういう構図を撮っていくかっていうこととか、自分がどう思って撮ってるかっていうことのが大切なんで、まあ、サロンでは結構そういうところを深掘りして話していたりとか、そういうのを結構ライブ配信でみんなちょっと話しながら、みんなの質問に答えていったりなんかもやってます。はい。このコミュニティに興味がある人に一言お願いします。とにかく写真が好きな人で、まあ、僕の写真とか、まあ、ふんわりとか可愛い写真をちょっと撮ってみたいっていう方はもうとてもおすすめだと思います。そのサロンに入ると、まあ、僕と1対1じゃなくてそのサロンメンバーと横のつながりが今度できていくんですよ。で、まあ、基本は Facebook とかでやってるので Facebook さえやってればすぐ連携が横手こうね、で全国の人の情報ももらえたりとかお花の状況今どのぐらい咲いてるとか、あの旅行行くときにその地方の人に連絡してあのなんかいいものありますか、そういうコミュニティもできている中で作っているので、そういう横のつながりもできていくっていうのもまあ一つの楽しみですし、まあ、とにかく村井のその新鮮な撮れたての写真も撮ったらその日にあげたりするんで、もう撮れたてのどこにでもどこでも見れない、撮れたての写真が見れるっていうのはすごい大きなメリットになるし、あとはもうとにかく勉強になると思います。写真をまあそのふんわりじゃなくても写真の基礎の話とか、それをライブ配信で写真の勉強会やったりとか、でも今入ってもらえれば今まで2年間やってきた膨大なデータがそのサロンの中でも過去に遡って見れるので、それも本当に僕にとっても財産だし、これから配信にとってもまあ見返すのすっごい大変だと思うんですけど、それはもうそれだけ、それを見るだけでもすごい勉強になることいっぱいあるんじゃないかなと思いますので、そう考えると本当に2000円っていう価格なんですけど多分めちゃめちゃ安いと思いますので、ぜひ、一度まあ入っていただいて、まあ
そのオンラインサロンの良さはダメだったらやめれるじゃないですか。もう1年間入んなきゃいけないとかじゃないので、ダメな、合わないなと思ったらすっとやめてもらえるっていうところもいいところだと思うんでね、ぜひ一度まあ覗いてみてもらいたいなと思います。はい。多分語ったらいくらでも語れるというか、そういった意味ではちょっと伝えきれない部分はあったかなとは思うんですけど。